さて今回もキングダムオブフォースやっていきましょう。さあ今回からねドラゴン編を進めていこうと思うんですが、さあこのタフなねドラゴンのプリンセスは真実を求めていると、この世界で、まあ、ミニゲーム集として考えてるんですが、ステージ4はねバリスタの攻撃を避けながら敵を倒そうと。この場合バリスタではなくてこの櫓を攻めようみたいなことかな。まあ、毎回お題が違うんでね、なんかストーリーモードの方がカスタムで遊べるっていうね感じなんですが、青いですね。内側からのかな今だと。人間が青だったんでちょっと分かりづらいですね、そう考えると。あ、人間だ人間。拠点が押されてますけど、あーいきなりステレス系なんだね。あ、取られた。もう本当に終わりかけなんだ。多分何も増やさないと思うんで取り返せってことだと思うんですよね。あそこ、これは上が正解かな。いや右から行かないとこれいけないよね。失敗か。じゃああれ、あ、やばい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 、死んだ。待ってよ、これどっこうかな。やばい、危な。いやこれさ今すぐ行けばどう。まあ一人死んだけどね無駄に一人死んでますけど、帰ってくるまで時間全と取ってそこから取らせる、難しいなそれは。どこまで行くこいつって。今なのかな、森があるからね手前に。あ、それ避けれるんだ。いや遅い。ちょっともう一回行こうかどういう感じで行けばいいんだろう。こうだ、シンプルで行こう、シンプルで。いやー遅かったのか遅かったんじゃないかな。タイミング分かんないで、早すぎたら死ぬと思うんですよ。これ帰ってくるよね。いけるかだけやってみるか。ここじゃない行けた行けた行けた。2人どうだ、2人で。あれ仲間だよね多分ね。あんまり答えが分かんない分ね、いつも大変ですよ。まあ6人も2人も変わんないでしょ。これ多分戦い始まるもんね、こっからバリスタ。あっち側に人置いておきたいよね、やるんなら。まあここから拠点取りますよと。あ、時間あったんだね、そういえば。やばいやばいやばい、とりあえず聞いとるか。これは拠点じゃないのかな、本拠地は取られてんのか人間にね。畑一応置いとくかな。置きたいんですけど、あ、これ本拠地なのかな。じゃあ本拠地かじゃあいいや、タワー作って。これは足りないよね、まずあげるか。お、待て待て待て、まだ早いって。あれ取りに行ったんだね。まあ弓でしょう。
で、うちが欲しいのは畑よ。まずあれが標的かな。どういう攻撃それ行けばいいのに。さあとりあえずこの拠点あげよう。まあ先に送るか。いらなかったですね。あ、結構来たよ。まあ無駄よ。ちゃんと守るな。ここ取った方がいいかもね。取ったね。これ欲しいね、ナルト。ここの防衛が重要ですよ。こうなってくるとなんとか守りきって増やしてと。これ食料安定化するんで、次なる目標はあの畑に向かうここだね。とはいえ結構人数がいるからあれを打ち破らなければならないと。後ろは何もないもんな別にあったら意味もないですもんね。いやー目の前だしな、落としづらいよね。まず防衛の要だけ作って、あとは軍の準備ですね。で相当余ってないとあんなん抜けらんないよね。625か。10人で一旦終わって進軍しかないね。これいけるかどういう、あと5分か。下に畑があると。まあ取りに行ってみよう。こっちかな。いいぞ。足りないか。まあ、ひたすら送るしかないですね。100送る100送る100 全送る全員で進化して残り4分か。十分ありそうだね時間は。畑はねなんとかなってるんで、人口ですよ。おしおし、来た来た来た。鬱陶しい攻撃でもってついに来ましたよ。で一旦ここ攻めることによって彼らの目をね向けさせると。全部で全員いけ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 、よし。足りないかなきっと。畑の守備力ゼロにするかいけるでしょ。でここでにらみかせておいていいんじゃない。置けないね一人どういう攻撃それ。
おお、間違えたけど、いやー、違う、畑に行った。ここ入れたいだけなんですけど。まあ、畑から送ろうじゃね。いけ。これ全部倒すって、あれかな、バリスタ取れってことだよね、きっと。二つ星あった、今。あれですね、やっぱバリスター全部やってこそかな。ここに書いてないですけどね。あ、これか。すべての町と建物とソルジャー戦士と、まあいいや。そもそも敵を倒す、シンプルに敵を倒すと。まあまずはこれ開けて、ソルジャーの移動速度が速くなる、エリートソルジャーか、10以上ですね。おー、で開始時の食料が増える。まあスピードは後で上げるとして、ドラゴン速いのか。人間は盾がありましたね。ちょっと違うやっぱ感じで性能がつくわけですよ。めっちゃいるんだろうな、ただ。7シティです、7シティ。メインシティとともにサブシティを取ろうじゃないかということで、まあ、まずメインじゃなくサブを取らないと割っちゃうから、そこは考慮せよと。いきなり敵いるんだけど、あれ速攻で潰したいな。いいか、やっちゃえ。やっちゃえ、やっちゃえ。増えるからいけ、カウンターを恐れるな、別に。あげあげよ、木あるからね、あそこにね。あれを速攻で奪おうじゃないか。よし、うん、あ、これ取り取って早く防衛したいね。ならそれも進めよう。境界線のね、作成ですよ。あ、ゴブリンだったんだ。来そうだな。それめっちゃ欲しい、それ。我々諦めないよ、そこに対して。何度だってトライしよう。本拠地から送り続けよう。どこに来るんだ。よし、守れ。狙いが分かんない。本拠地かな。増やさないとまずいですかね。来た、これでかいでしょ。あ、トントットってそこね、まあ、殺すだけなんでいいんですけど。さあ一人で何ができるかな。一応入れときましょう。終わったね。ここに来んのか。めんどくさいですね、それはそれで。メインシティどれだ、これか。まあ近く取りながら行けばいいんでしょ、別にね。簡単ですよ。木欲しいな。木ないかな。木ないですね。あー、本拠地前に1個か。あ、下にあるぞ、あれ取ろう。
取りづらそうですけどね。まあ、食料2つあるんで、もうオール軍艇ですよ。まあ、戦闘系何もついてないから、それはちょっと弱いだろうけど、そこがね。まあ、本拠地からひたすらこう攻めればいいんじゃないの。多分本拠地行けないと思うんで、なかなか抜けられないと思うからね。この優位性を使って、まあ、この辺でも取りたいね。挟んでる感じだから。防衛考えるか。出た出た出た。戻りながらね。足りなかったか。ちょっと行って。どっちの5人だ。あ、うちだね。詰めても無理かな。これだけ簡単なく攻撃をして敵を削っていこうじゃないかと。これまず最大数来たんで、よし、来た来た来た。これでかいぞ。まあ、すぐ反応できないよね。よし、同時的攻撃が効いてきたよ。詰めちゃダメだな。今木の場所から一斉に木が消えたね。これ入れとくか。あ、違う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 。難しいな、相変わらず。これまずここの2つを抑えれるから、手前を取ってここ取りたいね。その管理下もいただこうじゃないかと。この拠点木使えそうですけど、下にあるからね。いいや、バンバン使っちゃいましょう。取れるんじゃないかな。よし、当然塗ればいましたね。遅れ遅れ。さあ、ここからさらに、いや、間違うのはいいですね。下まで畑かな、軍かな。上攻めてますが、まあ突破できずと。180、まあまあ、いったまと。100でいくかな。これ送ればいけんじゃないですかね。さあ、ここを突破できるだろうが、君たちに。できないでしょう、簡単にはね。いけ。まだ優位性ないんだろうね。38対40ですけど、どうなるかな。うん、まあまあ勝てないよね、当然ですが。勝ちに行くんだと。あ、そこが画面になった。あ、取ったね。取れない。取れない。2つ
なんだこれは。下はじゃあなしか。ずるいな。過剰に置いとくか。じゃあこうやって置くとく相当いくと思いますけど、さあ集結させましょう。最後の進軍ですよ。お集まりいただいた軍勢で、あんまり偏らしてもあれかな。285か。まあ前もなんかこんな感じありましたよね。こういう場合の進軍はまず本拠地の方からね送っておきながら、敵反応してきたんで送って送って送ると。で50送っといて、防衛も完璧だよと。猛攻撃ゴブリンですゴブリン猛攻撃と。でここが突破できず、敵上げないですもんね。ないのね。いや面白いね、こういうのいいね。ステルスから街づくりもあったし、なんか変わってきましたね。あれあ、またこれか。基本的にボーナス以外無視してるね、すべて。でもそうか。すべて取れ、建物とソルジャー。建物からソルジャーがいなくなればいいのかな。なんか行けない場所にありましたよね。チャレンジやってみたいね。そういえば一回もやってないから、こういうちょっと軍系でやってみようかな。難しくなるんだよねきっと。チャレンジか。こういうのでチャレンジはね、多分ね、もともと得意じゃないから地獄になると思うんですけど。さあ、 The World is in Chaos 混沌なんだね。All countries、 すべての国が戦っている、戦いに勝とうと。どんだけいるんだろう。これすごい大規模っぽいね。